遣唐使が廃止されたのは国際交流が盛んになったからだった。日本史のテストで白紙に戻そう遣唐使で知られる遣唐使の廃止。従来は当時唐王朝が騒乱状態となり遣唐使の身が危険になったことや文化を学び終えてリスクを冒してまで遣唐船を派遣する必要がなくなり菅原道真の建白で廃止されたと言われてきました。しかし最近では民間交流が盛んになり政府が船を出さなくても大陸の文物を輸入できるようになったことが廃止の大きな理由だとも言われているのです。海省の活躍が遣唐使を終わらせた。8世紀の段階では外交施設の往来に付随する大陸の物品の到来が日本にもたらされる舶来品の主流で遣唐使の他にも朝鮮半島の新羅の外交施設が異国の文物をもたらすケースもありました。しかし9世紀になると新羅との外交は途絶え機能しなくなり遣唐使もそれまで15年に一度程度の往来があったものが30年に一度と交流の頻度が低下します。では舶来品の物流も低調になったのかというとそれは違いました。9世紀頃から東アジアには国際的に活躍する海省が出現します。彼らは外交施設と違い商品の売買が主なので活発にアジアの産物の輸入や売却を繰り返しました。このような海省の働きは必然的に外交施設の役割を低下させます。特に遣唐使は遭難や沈没が多いリスクが高い事業で失敗すれば有能な人材を多く失いました。ですので海省が売りに来る舶来品を日本の港で買えるなら大和朝廷は無理してまで遣唐使を派遣する必要はありませんでした。唐王朝の規制が緩み中国商人が海外進出。海省の台頭の背景には8世紀半ばの安史の乱がありました。玄宗皇帝に寵愛を受けた節度使安禄山の反乱ですがこの反乱をきっかけに唐王朝は衰えていきます。もともと唐王朝はシルクロードの商人が長安に来るのは許しても中国商人が外に出ることを許していませんでした。しかし安史の乱で政府の規制が緩んだことで中国商人が国外に出る歯止めが消滅しました。これにより政治秩序は弱体化しますが中国商人は東南アジア各地に中国人街を築いて商業に従事するようになり海の商人を狙って海賊や故郷を離れた戦争難民の移動が活発化しました。朝鮮半島の新羅でも同時期に国内が乱れ935年には新羅が滅亡。こうして中国に活路を見出した人々が唐の沿岸部に新羅人街を作ります。唐王朝の衰えは国の垣根を越えて自由にアジアを往来する海省の活動活発化をもたらしかえって経済活動が頻繁になる結果を生み出しました。遣唐使の廃止は海賊を恐れた理由も。894年の遣唐使の廃止には当時活発になっていた海賊を心配してという理由もあります。唐や新羅の滅亡と歩調を合わせるように日本でも高地公民制が崩れ墾田永年私財法に基づいて開墾が奨励された結果として荘園が日本各地に成立。租税を逃れるために庶民が大寺院や貴族に開墾地を寄進する傾向が強まり貴族や大寺院は不輸不入の権を駆使して朝廷への納税を回避しました。これにより朝廷の力は弱体化し地方への支配力が低下。特に山陽や四国の瀬戸内海に面する国司や九州の太宰府付近の国司などの実力者は海外の文物を求めて海運に力を入れ海賊とも癒着していたのです。10世紀には藤原の住友の乱のような有名な海賊の潮領も記録されていますがこのように日本周辺の海は海賊の跋扈する時代になっていました。国際秩序の再編。しかし民間貿易の活発化は海賊の横行以外にもありがたくない側面を持っていました。民間海省を中心とする交易は状況によっては輸入物品の高騰やそれに起因する経済の混乱を招く恐れもあります。このような弊害を避けるために朝廷は延宜11年制と呼ばれる制度を作り一度日本に来た海省は数年間隔を置かねばならないとしました。こうした措置には海省による貿易の独占を防ぎ同時に貿易の野放図な活発化により国の秩序が乱れて不安定化することを防ぐ政治的な意図があります。つまり
遣唐使を廃止した結果として大陸からの文物の流入が途絶し国風文化が成立したというのは当時の国際社会の動きを見ると正しくないことになります。日本史ライター川嘘の独り言。遣唐使廃止といえば東王朝の混乱により遣唐使派遣が危険になったことや中国文明を吸収し終えたことで国風文化が発展し特に遣唐使派遣の必要性がなくなったということが強調されました。しかし最近の研究では海賊の横行による航海の危険はあるものの国家の規制が緩んだことで逆に民間の海商が急成長し交易は盛んだったのです。